は悪玉コレステロールって数値がかなり高いと、動脈硬化を起こすんですけども、ある程度の数値であれば細胞の膜を作る材料になるんで、これを無理に薬で下げすぎてしまうと良くないことになってしまいます。180から200を超えなければ体にとっては良しとして、あんまり下げすぎないっていうのが非常に大事です。で、特に女性の場合は体の中のホルモンの関係で年齢とともにこうだんだん数字ってこう上がってくるんで、あんまり無理に薬で下げる必要っていうのは基本的にないんで、基準値の140から180の間ぐらいに入るように普通に食事をしてもらったら問題ありませんので、無理に食事で下げたりする必要はありません。